Nature and Active というテーマの旅行を紹介しているトニーです。ここでは見ている人が簡単に再現できるようにスケジュールとかおすすめスポットとか予算までいろいろ紹介しています。 PDF にまとめています。なのでもうプランニングは楽ちんです。今回のプランはまず東京から飛行機で女満別空港に行きます。で行くには、アナとか JAL とか飛んでます。アナ、JAL でも、往復2万円ちょいですね。でそこからレンタカー借りて知床に行きます。で、飛行機は2時間、ドライブも2時間ぐらいで、待ち時間入れて6時間ぐらいですね。なので1日目はチェックインする時間に多分着くので、海鮮丼食べてゆっくりして、日頃の疲れを癒すって感じです。2日目の予定を紹介する前に、まず知床について少し紹介します。知床は海とか山とかたくさんあります。そして動物もすごいたくさん生存しています。で本当にもう大自然、昔からの大自然がそのまんまに守られているので、もういろんな動物が生存しています。で特に、多いのがヒグマ。ヒグマがね、500匹以上住んでいて、海の中にも確かシャチがいます。なので、この食物連鎖の頂点である、このクマとかシャチとかがいるので、その下もたくさんいて、もう本当にもういろんな動物がいて、行ったら必ず動物に会います。で、実際僕が行った時に会ったのは、クマ2匹、キツネも1匹で、シカはもう何十匹いました。2日目は早起きしましょう。で、登山口に向かう前にまずコンビニに寄って、山の上で食べれるランチを買ってください。で、なんかジェットボイルとかそういう温めるものあれば飲み物とか、カップ麺とかおすすめします。山頂は結構寒いです。で、登山口がホテルの裏にあってちょっと分かりづらいです。ホテルの前の駐車場がいくつかあるのでそこで止めて、裏の方から、登れます。で入り口に小屋があって、そこにトイレあります。8時間コースなので、もうトイレはなるべく入った方がいいです。で、危ないところは全くなくて、コース自体はすごい初心者向けなんですけど、8時間なので、あと標高差も1420メートルあります。なので、最低限の体力は必要です。で最初の2時間は正直森の中歩いて全くじゃないですけど、景色はあんまりないです。オホーツク展望というところあるぐらい、ほとんど森の中を散歩する感じです。ただもう途中から一気に開けて、もう海 もうすごい綺麗に見えます。登山しながらもう海がこんだけ見えるのは内陸だとかなりレアで、めちゃくちゃ贅沢なんですよね。これアルプスとか標高が高い山でも海から離れているのと、雲がたくさんあるの、高すぎて雲が、かかってたりするからなかなか見えないですね。で歩き疲れた時にもうふと後ろを向くと、綺麗な海があたり一面見えてくると、めちゃくちゃモチベーションになります。だからもうつやつなんか疲れとかもうすぐ癒されます。でしかも行った時天気良かったので、なんか空とか海がもう本当に何層にもなって、もう本当にもう上から何層もあって、もうすごいもう感動して、もう目に焼き付けて景色でしたね。で、あと、羅臼岳って花の百名山でもあって、途中から小さくてなんか本当にいろんな、色鮮やかなお花があったり一面に咲いてます。で、この辺りを切り抜けると平らなところに出ます。で、ここはキャンプ場もあって、ハードコアな方とかはもうここでテントで一泊したりします。僕のプランは一般人向けなので、快適なホテルに、泊まります。で、山頂までの行く道のりがもう本当に最高ですね。もう、今でも覚えてますね。景色がもう380度ビュー。で、しかも、もう雲海がもう、やばいです。とにかく雲海がやばいです。で、最後の登りもすごい楽しくて、もう岩がゴロゴロしているので、ちょっとロッククライミング的な感じですごい楽しいです。で、しかもそこまで難しくないので、女性でももう、
スタスタ、登れます。で、最後も、ね、最後の力を振り絞って山頂にゴール。山頂に着いた時の達成感、半端ないです。登山を始めてからの5年間、ここまでの最高の記憶はないです。8時間の登山は正直辛かったんですけど、本当にもう一生に一度の景色がそこにありました。もう行ってほしいです。もう行って体験してほしい。マジで最高な登山でした。山を降りてからは、これ1日目もそうなんですけど、オロンコ岩っていうところがありまして、ホテルから歩いて5分なんですけど、そこからサンセットが、これまた綺麗ですね。北海道の海、穏やかです。だいたい6時から7時の間にサンセットを見て、その後にホテルで飲食をする感じですね。3日目は午前中ゆっくりできます。知床は山があるので、温泉ももちろんあります。で、ここで紹介している宿も温泉宿なので、夜とか朝とかに温泉に入って登山で体汗とか、疲れを流す楽しみがあります。で、次の日の10時ぐらいにチェックアウトして、知床五湖サービスセンターというところにちょっと観光地があるので、そこに行って、先日登った山とか、5個、5つの湖を見ることができます。5つを見るためにはちょっとガイドツアーが必要なんですけど、なしでも結構楽しくいろんな景色がすごい、綺麗な景色が見えます。で、ここでクマを見かけることも稀にあります。で、その後は、車で知床を離れて、ランチ、回転寿司がもう本当にすごいうまい回転寿司があるので、そこに行ってほしいです。で、もう北海道のクオリティなので、東京の回転寿司とは比べ物になりません。はい。めちゃくちゃ美味しかったです。コスパも最高でした。お腹も満たされたところで、旅も終了となります。あとは飛行機乗って、東京に戻るだけです。知床って本当にすごいいいところなので、北海道に初めて行く人は、札幌とかでもいいんですけど、3回目とか4回目の方はぜひ知床は一つ のオプションとして、ね、すごい本当にここはもう本当大自然ですよ。一番守られてきた自然ではないかなと僕は思いました。で、もちろんこのプラン通りではなくてもいいんで、紹介した一部分だけでも参考にしていただけたら嬉しいです。で、詳細が、詳細 PDF として説明の、動画の説明のところに Google ドライブでは入っています。ウイルスじゃないんで安心してください。そこに、値段とかも貼っているので、だいたい6万とか7万で約3日、込み込みでいけます。はい、以上となります。いいねとサブスクお願いします。と、行きたいところなんですけど、旅行とかってやっぱり口コミが大事かなと思って、最後は実際にこのプランに参加した方々の感想をお聞きください。一番楽しかったことは何ですか？私は登山あんまりしたことがなかった。景色がすごい綺麗。なんか今までに見たことない景色、なんか天国にいるみたいな景色がすごい良かった。私はその登山で、最初は草とか木とかのゾーン でシーンが変わって、最後岩を登っていくところとかがすごく楽しかったなと思います。何が美味しかった？
私はサーモンかな。サーモンだから2回頼んだんですね。ネタが大きくて、ね、美味しかった。なるほど。私は貝、いろんな貝があったからそれを全部頼んで、そしたら、うん、お皿が真っ白になっちゃったなっていう、そういう思い出はあります。札幌とかもっとメジャーな北海道のところと比べてどうでしたか？札幌とかもいいんですけども、札幌はどちらかというと小さな東京っていう感じだと思います。一方知床は本当に大自然、空気が綺麗だし動物もその辺を歩いているし、まず食が美味しいというところで、本当の北海道の手つかずの自然を味わうことができる。登山について教えてください。まあ、登山、羅臼岳っていう山に登ったんですけど、間違いなく僕の人生の中でナンバーワンの登山でした。まあ、岩場もあれば、松が一面に広がるエリアもあれば、雲海のエリアもあったり、あとは雪のエリアもあったりって、いろんな表情を見ることができる山だったんですよ。そんな山を今まで登ったことがなかったので、そんな山に連れて行ってくれたトニーさんには本当に感謝しかないです。どうぞどうぞ。